これを気に入って最近毎日使ってます。もうね、最近の悩みがたまたまいつもお世話になってる方がくださって、ザ・イエベ・ハルみたいなカラーですね。皆さんこんにちは、左近すずのです。今日は久しぶりに Get Ready With Me を撮っていきたいと思います。今私は朝からピラティスへ行ってスタバへ寄って帰ってきました。安定のオーツミルクラテを買って帰ってきました。ちょっとお腹空いたのでドーナツ買ったんですけど、先にこれを食べてもいいですか？ちょっとだけ、一口だけ食べたいと思います。で、朝さ、ピラティスお団子で行ったので髪の毛すごいボサボサなんですけど、気にしないでください。で、ピラティスのお洋服はね、今ピラティスのウェア中に着てて、この格好で行ってました。ドーナツ食べよう。本日のドーナツはアールグレイミルクドーナツです。これが出てたのでこれ買いました。これも好きなんですよね。チョコレートのやつも好きやけど、これも大好きで。いただきます。うん、ここ最近スタバでドーナツを全然買ってなくて、リアルに1ヶ月以上ぶりかもしれない。大好きなんですけど、頻繁に食べるのは良くないので最近あんま買わないようにしたので、本当に久しぶりです。うん、腹ごしらえさせていただいて、よし、メイクするか。今日はね、特に何か予定あるとかいう日じゃないんですけど、メイクをしたいと思います。というか、正直何か予定があるとかカツカツの日に Get Ready With Me の動画を撮ってる余裕が私にないんですよ、まだ。なのでこれを撮る日はそんなにこう予定がカツカツじゃない日に撮るようにしております。そこまでできたら、慣れたらいいんですけどね。よし、ちょっと保湿してから時間が経ったので、まずこのダルバのミストで保湿します。気持ちいい。はい、じゃあまず日焼け止めは、これ韓国のアモーレっていう、4月上旬に地元の友達の美咲とすみかと一緒に韓国で買った日焼け止めで、 PMM っていうのをちょっと読めなくてすいません。後ろもハングルで、この日焼け止めがすごい良さそうなので買ってみたんですけど、これを気に入って最近毎日使ってます。ピンクベージュっぽい感じのカラーで、めっちゃ伸びが良くて、ほんとクリームみたいな感じ、下地みたいな感じなんですよね。保湿されるから、これを早くめちゃくちゃ塗ってて、確かこれは美咲も買ってた気がする。めっちゃいいやんって、手元試してみて。そう、日焼け止めを私はそんなに今まで絶対に塗るみたいなことを重視してなくて、下地に貼ってるし、まあまあ別にそこまで神経質にならなくてもいいかなぐらい適当だったんですけど、その韓国旅行の時に友達がほんまに日焼け止めだけは絶対に塗ってるのを見て、すっぴんの時でも私もちゃんと気をつけようと思って、それを機に日焼け止めを買ってちゃんと毎日塗ってますね。シミ取りとかしてるのに日焼け止め塗ってないとまた永遠のループなので、そう、また取ればいいかとか思っちゃうんですよね、私は。でも気をつけます。もう28歳、もうちょっとしたら29歳なので気をつけます。ほんと早い。で、次、下地。下地はラロッシュポゼを最近使ってます。もともとこれ使ってて、でもね、あんまないんですけど、夏になったらラロッシュポゼ使うことが多いかも。ラロッシュポゼの方がサラッとしてるから夏は結構出番が多いです。最近はこう顎下とか首のラインまでなじませております。はい、下地完成。で、ファンデーションは私いつも V3 これをね使ってるんですけど、 Get Ready With Me なので、こういろんなメイクコスメを試してるなと思って、前韓国にお仕事で行った時にいただいたこのランドリー U っていう、このクッションファンデも良かったのでこれを使います。これはグローの方、グローとマットがあって、これはグロータイプの方で、これがいっちゃんがねもともと使ってて、これがめっちゃいいって言ってて、私も使ってみたら良かったんですよ。久しぶりにいいクッションファンデに出会えたのでこれを使います。で、私クッションファンデ今までこうやってバン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 ってやってたんですけど、いっちゃん今くこうギュッギュッギュッってやる方が崩れにくくていいらしい。これ結構カバー力もあるんですよね。めっちゃ綺麗になる。どう、わかるかな。今日のね、メイクは、私、本当にね、メイクがそんなに自信がなくって、
あんまり上手じゃなくって、そもそもなんかやっぱ昔からメイクをしてきたタイプでもなくて、みんなそうなのかな、あの高校までがほんとメイクもう全くしなかったんですよ。あの進学校に行ってたのもあって、あのメイクをそもそもするのがダメだし、してる子も誰もいないし、まあ、部活してる子がほぼもう 100% ぐらいみんな部活に入ってて、だからさ、みんな汗流してやってるのでメイクとか全然してこなかったから、大学に入ってからねメイクをしだしたんですけど、まあ手探りな感じで、なんか昔から全然そういうのに興味あったわけじゃなくて、まあそっから初めてって感じで、なんかあんまりこうまあ手探りでやってたんですけど、まあ、前も言ったんですけど、まあ、彼に大体すっぴんの方がいいと言われるんですよ、まあ、それは顔が柔らかいから。で前もコメントで一回いただいたことがあって、すっぴんの時顔が柔らかくてすっぴんの時が好きですみたいなコメントをいただいたんですけど、彼と同じ意見だと思って、なんかね化粧したらさ顔がねきつくなるんですよね。私多分きつくなるようなメイクをしてしまってるのかな。だからちょっとメイクの研究をしようと思って、勉強をしようと思って、あかりんさんの YouTube をこの間拝見して、でそれを最近取り入れてメイクをしてるので、今日そのメイクをします。あるもので代用してそうメイクするように、アイメイクなんですけどしてて、ちょっとそれをねしてみます。私のね最近の悩みが、目がきつくなることが本当に悩みで、なんか写真撮った時とかねグッて力入るんですよ。私の最近のインスタグラムの写真とか YouTube とか見ていただいたら、最近マジでコンディション悪いのでわかると思うんですけど、まあでもインスタグラムの写真はマシなの上げてるから、そうめっちゃねこう目に力が入って漏れないっていうのが最近の本当ね悩みで、結構いつからやろ、3月ぐらい、おばちのリップでまず保湿しときます。で次ナーズのパウダーですね。お目元とかいつも通りします。そう、それが最近の本当に悩みやったんですよ。ずっと本当目に力が入って漏れないみたいな現象を着る人いるのかな、聞いたことないんですけど。で私は特に目が奥二重、ほぼ奥二重な二重で、こうグイって奥に食い込んでるタイプのね二重だから、グッてやっちゃうともうすぐこう人絵っぽくなって目がきつくなるんですよ。だからそれもあると思うんですけど、二重幅がこう広いタイプでもないので、はい、パウダーですね。これはアートクラスバイロダンやったっけのニュートラルっていうやつ。これもこの前韓国行った時に買いました。ずっとこのシェーディング気になってて買いたかったんですけど、韓国行った時に購入しました。そうね、それをがもうほんと最近のずっと悩みで、だから、ね、全然ねなんかね漏れなくて、 YouTube も全然漏れないと思ってたんですけど、いちいちやっぱ Vlog とかでもね漏れてないから、それはやめとこうとか、もう一回撮り直そうとかもう結構してるんですよ。でもやっぱ漏れない日があるのも当たり前だし、人間だからむくんでる日とか目がきつい日とかあるのも当たり前だし、こういう仕事やってる以上、まあ、そういう一面も見せることで人間らしさなのかなとか思ったりして、こう自分の中で思うようにしてたので、なんか割り切ってね、私は結構漏れてなくても納得してなくてもというか、自分があんまり良くなくてももうアップして漏れてる日がまああれば別にいいやみたいな感じで、直接会った時に自分のことを見てくれれば、画面越しで漏れてない日もあるよなみたいな感じでアップしてたんですよ。地味にそれでここ数ヶ月間悩んでたんですけど、次がチーク。最近お気に入りのチーク、このヒンス、じゃん、サンリットピーチ LC002 ってやつで、リキッドタイプのチーク。これあのナーズのやつも持ってたんですけど、このナーズのチークもこっちの方がちょっと薄めで馴染みやすくて、最近これがお気に入りなので先にチークをやっていきます。3月4月がもうありえないぐらい一瞬で終わるぐらい忙しくて多忙で、海外にめっちゃ行ってたんで、そうありえないぐらい一瞬で、どこ行った、3月4月ってぐらい一瞬だったんですけど、血色感出すために結構ピンク色に最初しとこう、後で調節します。まず3月頭がメルボルンで、ファンミーティングのお仕事でメルボルンに行かせていただいて、それは本当に緊張してやっぱずーっと気が張ってて、結果的にももちろん本当に来ていただいて、すごい一緒に皆さんと女子旅してきて楽しかったんですけど、すごい気張ってたのもあって、帰ってきてから多分それで結構疲労もあって
って次眉毛いきますね。ルナソルです。いつもと同じやつ、ルナソルのアイゾンコンパクト01番で、その次がドバイか、3月末間になんかこう軽い名古屋旅行とかは行ったりしてるんですけど、まあ、プライベートなんですけど全然。その次がドバイ旅行は彼の誕生日旅行で、それはもう本当に羽を伸ばしてもう超こうリラックスしたいなと思って楽しんだんですけど、やっぱ海外旅行って飛行機も長時間になるし、なんかどうしてもやっぱ体に負担が来る移動で、旅行なんですけどね、負担が来てしまうから、それのこう回復ができないまんま、その次は4月頭に韓国に行って、4月中旬にまた次お仕事で韓国に行って、でゴールデンウィークの前半だから、まあ4月末なんですけどにチェジュ島へ行ってみたいな感じで、もう移動がすごくって、こう全然全部お仕事なわけじゃなくてプライベートもあるんですけど、移動が続くと疲れが抜けないし、3月4月に家で1日いるみたいな、オフの日とかすっぴんの日みたいな、1日すっぴんで入れる日みたいなのが本当になくって、で多分その疲れで顔にも出ちゃってたんやと思います、目にも。でこの前私が本当信頼してる針の先生がねいててね、月に1回か2回ぐらい見てもらってるんですけど、最近本当いつも疲れてるねみたいな、ここ数ヶ月みたいな感じで言われて、なんかこう行った時とかも目がもうなんか獲物を捕まえるみたいな目をしてるよみたいな、怖くなってしまってるよみたいな、こうめっちゃちゃんと言ってくれる先生なんですよ。で、じゃあほんまに疲れてて、それが私最近の悩みなんですよって言ってて、そしたらね、本当にもう休みを作りなさいと言われて、休みなさいって、休んでるって言われて、なんか休みっていう休みが別にないから、この仕事って日々が日常動画ずっと回してるし、インスタの投稿もやってるし、それをずっと頭で考えちゃうタイプなんで私が、だからさ、休みっていうものが特になくって、アイシャドウいきます。ヒンスのオールラウンドアイパレット01セプテンバーからの、このまずこの薄いベージュカラーを、まずこのアイホールよりもこの眉の下まで、眉の下ギリギリまで塗ります。彫りを出す感じ、ここまで塗ったんですけど、マットですね、これはマットのナチュラルベージュカラー、多分全然このね、パレットじゃなくても。あ、ちなみにこのヒンスも同じ韓国で買いました。楽天ルームにも載せてます。全然日本でも買えると思うんですけど、韓国のオリアンで、このヒンスもさっきのこれも買いました。ここ全部塗ったら、なんかこれほんと薄く塗ってるだけやのに、これでちょっと彫りが出るんですよね。わかるかな？で、その次。この下のベージュカラー、ちょっと濃いベージュカラーをアイホール全体に塗ります。さっきよりかは下目で塗ります。塗ったら、涙袋を作っていきたいと思うんですけど、コンシーラーで、この私は、ほんとめっちゃ昔に買ったやつなんですけど、エトボスのミネラルコンシーラーパレット1っていうやつ。これがお家にあったからこれを今使ってます。こんな感じで3色入ってるんですけど、これの一番明るいカラーを、このね、こっちがポンポンポンってのせれるやつになってるので、これを涙袋の、ほんとこの高いところ、真ん中の高いところだけに、ポン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 ってのせていきます。涙袋がさ、大切やなと思って、韓国でメイクしてもらった時も思ったんですけど、最近よりみんなのメイクを見て感じてます。で、これでなじませる。ポンポンポンって置いて、みたいな感じですね。話戻るんですけど、休みを作りなさいって言われて、確かに最近ほんまにその時とかも、旅行行ったら旅行の Vlog 回すし、こっちに帰ってきた日常の Vlog 回すし、それ以外お家で撮ったりもするし、で、本当に撮影してない日がない感じでずーっと撮影をしていて、で、あれやらないと、これやらないと、みたいな、常に頭で考えてて、あ、もうそりゃ疲れ取れへんわ、みたいなこと言われて、もう、何もしない日、携帯も、ほんと見ない日を月に2回ぐらい作らないと、体が壊れてしまうというか、あ、そう、まず最初にそう、その先生が舌と脈を見たら、どういう状態か、まず判断してくれるんですけど、まずベロをバイってした時に、ストレスすごいね、みたいなこと言われて、でも私的には、え、ストレスって何ですか？みたいな。で、ストレスなんかあるかなぐらいな感じやって、言うなら、まあ、その、なんて言うんだろう、撮影ってなってること
だからなんか別にそれがめっちゃストレスというか、それは仕事やから仕方ないみたいな感じで思ってたんですけど、それがストレスになってて、それ以外あんまりこうなかったんで、思いつくものがそれだよみたいななって、それで自分追い込んじゃってるからみたいな、その月に2回ぐらいは本当に休んで自然に触れなさいと言われて、しかも自然に触れるって見に行くとかじゃなくて、実際にやっぱ手とか触れたり、あとまあ川とか海とかに入ったりとかをしなさいって言われたので、5月はちょっとゆっくりにしようと思って、何もしない日を作るようにちょっとゆっくりめに心がけております。性格的にもさ、そういうのでも全然いけるタイプの人もいると思うんですけど、私は多分自分を勝手に追い込んじゃうタイプなので、はい、これ今コンシーラーを塗りました。で、次にフジコとバイワのコラボの限定のアイカラーなんで、今これ売ってないかもな、これのこのピンクを使います。これはこのピンクが使いたくてこれを使ってるだけなの でこのピンクをこの目尻のこの三角ゾーンに、ここってさ、もともとこうなんかこう血色がある、ちょっと濁ってるというかところなので、ここにあえてピンクを入れて、目の幅と横の長さが伸びるんです。ピンクを入れると粘膜を伸ばしてるみたいな感じで、ここの内側にも入れます。これでピンクは OK で、今思い出したんだけど眉マスカラ塗るの忘れてた。ここで前マスカラ一旦塗ろう。デジャブ、いつもと同じやつ、アッシュブラウンですね。前マスカラを塗ります。今髪の毛がちょっと明るくなってるので、最近は眉はこう眉頭を立てるようにしてます。はい、ここで一旦前マスカラを塗って、でアイシャドウの続き、これはエテュセですね。エテュセのアイエディションカラーパレット14番、これを可愛いなと思ってドラッグストアで適当に買ったんですけど、このこっちのピンクのカラーがすごい使いやすくて、これを今コンシーラーを塗って目頭と目尻にピンクの血色感を足して、全体的にその上からふわっとふわっとこう重ねていきます。ピンクの血色を重ねていきたい。この色かわいい。こんな感じ。涙袋の感じがわかるかな。こんな感じです。で、このピンクをちょっと二重幅のところにも塗ります。こんな感じで OK で、これもあかりんさんの YouTube で見たテクニックなんですけど、全然違う家にあるものを代用してるんですけど、ロム&のこのラメ、リキッドグリッターシャドウっていうこのグリッター、これは TWICE のライブに行くときに涙袋に塗るために買ったやつなんですけど、このラメグリッドを上まぶたの黒目のここの上の部分にちょびっとこう乗せます。黒目の上のところに、そうすると二重がちょっと幅広く見えるんですよね。見える気がするんですよね。二重がくっきりする感じ。私二重幅がそんなに広くないので、これめっちゃいいなと思ってやっております。さりげなくラメで、はい。で、ラメをつけたら、次はアイラインです。アイラインはいつもと一緒、ビセのプラムブラウンジェルライナーですね。ジェルライナーを最近、これはいつも目尻だけ塗ってたんですけど、まつげの間も塗ってます。埋める感じで、目の形に沿ってしまった。こんな感じ。で、だから休むことを意識して5月は過ごしてるから、目が戻ったらいいなと思って、漏れるようになったらいいなと思って、まだねその成果は分かんないけど、アイライナーが終わりました。でもこう漏れてないって言った時も、優しいコメント、温かいコメントくださって本当にありがとうございます。励みになります。よし、また次頑張ろうってなれるので本当にありがとうございます。いつもコメントで本当に元気もらってます。 YouTube のコメントとか Instagram のコメント、 DM はなかなかちょっとお返事できないんですけど、コメントはできるだけお返事するようにしてるので、たくさんいただけると嬉しいです。はい、次マスカラですね。マスカラはエテュセのアイエディション。前 Q&A で旅行の話してたんですけど、また6月から旅行がね続くんですよね。だからそれに向けて体力を作らないとって思って、体力はある方なんですけど、やっぱ私結構移動で疲れちゃう、移動疲れがめっちゃひどいんですよね。みんなそうなのかな。結構移動疲れで体に負担きちゃうタイプなので、何かこれがあれば元気が出るよみたいなドリンクとかあれば教えてください。私そういうの好きなんですよ、栄養ドリンク系とか。
力体力持つよとか元気出るよみたいな。飲むエルメスとかは好きやから、あれは絶対に旅行とかに持っていくんですけど、他にもあれば教えてください。体力つけないと。こんな感じです。5月は結構平常運転で、でもこの前ゴールデンウィーク後半は実家に帰ってて、まあ、実家でまあゆっくりしたり、母の日のお祝いをしたりとか、あとはまあ軽く近場に、ちょっと淡路島に行く予定があるんですけど、近場に軽くサウナ旅行行こっかぐらい、ビラ旅行行こっかぐらいですかね。下まつげもちょっと取れてきてるので、まつげエクステがちょっとだけ塗ろうかな。同じやつで少しだけ塗ります。なんだかんだこのエチュセのマスカラ使いやすくて、にじまないしダマにもなりにくくて使いやすいから、最近はずっとこれを使ってますね。はい、まつげもできました。あとはハイライトか。そう、ハイライト最近ね、この流行ってる今ディオールのディオールスキンフォーエバーグローマキシマイザーのフェイスカラーのこのやつ、これを私ピンクを友達にプレゼントした時に自分の分も買ったんですよ。で最近この白の方も欲しいなと思ってたら、たまたまいつもお世話になってる方がくださって、すごい、しかも欲しいなと思ったら次の日にこれプレゼントしてくださって、もちろんどこにも載せないし言ってもないのに、ほんとすごいなと思って、これをここの鼻先にねちょっと塗ります。ほんとちょびっとだけ出して、鼻先がするとツンとなります。鼻先とちょっとこの下まで来る感じで、ツンとなる、チュンって、すごくないですかこれ、めっちゃ可愛い。で私は最近鼻のノースシャドウのデビューを少ししまして、今まで何もやってなかったんですけど、ちょっとそれも YouTube を見てちょっとだけやってみようと思って自分に取り入れてみたんですけども、さっきと同じやつね、少しだけ。でもこれも正直変わってるか分かんないんですよね。ここをシュッと見せると、どうシュッてなりました、鼻。こんな感じでちょっとだけ気持ちやって、ファンデーションをここら辺を直しますね。もうさ、ちょっと今体が熱くてなのかチークなのか分からないくらいほっぺたがほてってますね。はい、こんな感じで、あとリップかな。リップはこれも韓国で買ったんですけど、ハートパーセントっていうリップライナーの07番、太い方のこれをみんなで買ってみました。みんなでこれもリップライナー試してみようって言って買ったんですけど、これ可愛いんだけど、ちょっとだけ私の色にしてはちょっと暗いとかくすんでるから、これの違うカラーを9点で買ってみました。楽しみ、それ届くの。これを棒髪に。最近気づいたことがあるんですけど、私可愛い人のここが好きみたい。この唇のここがキュンってなってる唇が好きみたいで、全然唇フェチっていう自覚はなかったんですけど、話をしてて友達とかに、でこの子のここの唇がこのキュッチュンって感じが可愛くないみたいなのを言ってたら、唇フェチなんじゃないみたいなこと言われて、同じ人を見ても見るパーツとか好きなパーツってやっぱ人によって違うじゃないですか。私は多分唇を見る癖があって、唇フェチなのかは最近気づき、なので自分も唇、今まで全然こだわってなかったんですけど、最近こだわってて、ここの山をしっかり作るのとオーバーリップ目にすることを心がけてます。こんな感じで全体的にリップライナーを塗って、その後に、こちらヘラの422のカラー。こんな感じのグロスっぽい感じになってるんですけど、しっかりカラーつくタイプのやつで、結構発色いいので、この真ん中だけに塗って馴染ませます。ザ・イエベ・ハルみたいなカラーですね。ピンク系です。はい、これでメイク完成です。着替えてきます、まず。はい、お気に入りのプラダのトップスに着替えてきました。これすごいお気に入りなんですけど、まだそんなに着てなくて、去年の11月ぐらいに買ったので、去年あんま着れなかったから、なので今年の春に着ようと思って久しぶりに出してきました。この間韓国でも着たんですけど、韓国でしか着てないかも。これ韓国で着るために去年11月に買って、この間チェジュ島で着て、しかも日本で着たことがないという。で髪の毛がちょっと今すごいボサボサな感じなんですけど、お団子して外したまんまなので、もうせっかくやからウェーブヘアにしようかなと思って、ちょっと今ウェーブっぽい感じだし、でこのウェーブアイロンかを最近買ったので、これでやっていきたいと思います。ウォーダーなっていうの、これアイロンの名前。これも楽天ルームに載せております。41ミリとかのちょっと太めのやつにしました。私はこれがほんまに簡単で、スタバ取って挟むだけ、上の方からやっていきます。5秒ぐらい待って、で次1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62
私の場合髪の毛がそんなに長くないから3ハサミぐらいで終わります。はい、こんな感じで挟むだけで簡単にウェーブになります。めっちゃ簡単。これを全部やっていくだけ。最初やった時これブロッキングしてやったんですよ、下の毛から。そしたら多分私髪の毛が短いこともあってブロッキングしてくれるとすごい内側からこうモコモコなってるからこう爆発したみたいな感じになったので、もう私は適当に上からやって後からできてないところをやるみたいな感じにやってます。ロングの人はいけるかもしれないけど、絶妙な長さなので、とにかく楽すぎる。これほんと普通のコテで髪の毛ヘアセットするよりもすぐ終わります。しかもこれ本当にね崩れない。雨の日とかもこのウェーブヘアは崩れない。すごいよね、普通に挟んでるだけなのに。だからその天気悪い時とかはおすすめです。なんかウェーブヘアってやっぱりロングヘアの方が可愛いよなとか思ったりして、私は今髪の毛をねちょっと伸ばしてみるか迷ってるんですよね。なんだかんだ言っていつもこれぐらいのずっと行き来してるんですけど迷っております。数年前は本当に長いのが似合わなかったけど、そういうのも年を取ると変わるのかなとか思ったりして、どうやろう。こんな感じでだいたいざっくりしたら、中のねちょっとここら辺とか多分向けてないんだよね。ここら辺とかこれを後で追加でやる感じです。という感じでざっくりやってます。なんかもっと細かくやりたい人はこの細かいやつもあって、これが一番太いやつやったかな。ウェーブってこうごまかせるから大体でいける、いけちゃいます。でもこれってあれなのかな、女受けなのかな。ウェーブって髪の毛自体がこうサラサラには見えないから、ツヤツヤ髪には見えないから男受けは良くないのかなとか思ったり。でも何でもいいんですけどね、おしゃれだったらね。こんな感じでめっちゃ早くないですか。できました、ウェーブヘア。私はいつも160か180、今180でやってたかな、でいつもやっております。はい、これの 1DK ヘアスタイリングオイルを塗ります。パサついて見えるからオイルは必須です。表面にも塗って、はい、こんな感じでどうでしょうか。ヘアメイクが完成しました。私この服着てるときいつもウェーブヘアしてるかも。韓国のヘアメイクしてもらったときもウェーブヘアやったし、なんかこの服着たらウェーブヘアにしたくなるみたいなものがあるのかな。はい、こんな感じで本日の準備ヘアメイクが完成しました。こんな感じのウェーブヘアと涙袋を意識した感じのピンクメイクに仕上げてみました。話も結構中途半端で、話しながらメイクしながらっていうのが未だにあまり慣れなくて、ほんと自分の話、自分の悩みだけ言って終わっちゃったんじゃないかなとか思って心配なんですけど、皆さんも体調第一で自分の体、心を第一に、健康に、心身ともに健康に暮らしましょうと、頑張りましょうと、そこそこ頑張りましょうみたいな感じで伝わってればいいなと思います。で、まあ、こんな感じで今回はお家で Get Ready With Me 撮ってみたんですけど、来月6月と7月は旅行に行く予定もあるので、その先で Get Ready With Me も撮れたらいいなと思っております。そっちの方が背景もすごい素敵なので、また撮れたら撮りたいなと思います。はい、では今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。